こんにちは、ゆうたびチャンネルです。今回は愛知県の北側に位置する犬山市にやってきました。ここ犬山には犬山城や明治村、リトルワールド、モンキーパークといった観光スポットが数多くあり、愛知県内でも有数の観光都市として知られています。結構ロータリーとかあって綺麗やね。東口にあるバス停からはリトルワールドやモンキーパーク、明治村行きのバスがそれぞれ出ているので、車を持っていない方でも一日中楽しむことができます。今回の動画では犬山の国宝犬山城をはじめとして、城下町での食べ歩き、鵜飼を楽しむ一日観光プランを紹介していきます。それでは動画スタート。犬山城が見えます。え、指見てみて、見える？え、あ、ほんまや。あった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 、ほんまや。結構あそこまで歩いてから、あ、ここまで歩いていくんやで。で、歩いてだいたい20分ぐらいらしいよ、駅から。でもその間に城下町とかいろいろ店がある、道があるから、多分歩いてても飽きひんで、うん。そうそう。城下町周辺にも駐車場はありますが、人が多いのと少々割高なので、お車でお越しの方は犬山駅前にある駐車場を利用することをお勧めします。だいたい1時間200円、最大料金1000円程度が相場でした。ほら、ここじゃない、この城下町。あ、なんかほんまにちょっとタイムスリップした感。なんかあれやん、ちょっと金箔のやつとかさ、いろいろありそうやね。まず目に入ったのはこちら、犬山牛太郎さん。最近ちょっとね、食べ歩きグルメの定番ともなりつつあるこの牛握り寿司をいただきます。名物は飛騨牛握り寿司で、わさび、醤油、ニンニクの3つの味を選ぶことができます。私たちは定番のわさびにしました。いただきます。英語だからかな、油がすごい。あ、違いは感じる。オッケー、美味しい、美味しい。続いてやってきたのは犬山夜明け屋さん。テイクアウト専門口のほか、通常のカフェ店舗もあります。メニューは和をテーマとしていて、ご飯だけでなくスイーツも和テイストとなっています。夜明け屋さんの大ちゃん、そうだ、おだし好きな、最高、優しい、うん、優しいし、いいよな。ちょっと寒くなってきたしさ、こういうあったかいものは。森のマルシェというね、複合施設があったので入ってみました。こちらのね、施設はね、6つのお店がコンパクトにまとまっています。建物2階はテラス席になってるので、ゆっくり座りながら美味しいグルメを食べることもできます。おお、牛はかまる。え、弓見てや、一発勝負、犬玉チャレンジやって、けん玉やと思うけど、けん玉チャレンジ。結局ダメだったらどうなの、これなんか。え、愛だよ、私先端結構入れる率高い。ほんまに？ほんまに？しかも練習なしやで。しかもさ、触ったことないけど、回したいけど。え、ちょっと待って、先端よな。牛たこ焼きを狙いに行くよね。おお、すごい、プレッシャー感じひんの。ほんまに強いタイプ。
え、サクッとやるやん。やったー。すげえ。なんか行くでとかもなんか普通にやるからさ。え、マジでうまいな。学童でやってたから。すっげえ。これはすごい。やったー。やったー。100円でゲットしました。はい、じゃあまさかの100円でこれ手に入れちゃいました。やったー、嬉しい。ちょっと今日はいい日だね。いい日、もういい日な気がする。あ、これ普通は何円なんや、見てなかった。分かんない、600円くらいだったな。よかった、学童でけん玉してみて。みんな学童でけん玉してたらこういうメリットがありますよ。あ、ほら、牛が入ってるよ。ほら、おお。売り出しちゃった。うわぁ、うん、おいしい。達成感も相まって、うん、うまい。いい仕事したわ。プレッシャーに強いゆうみさんでした。口直しは本町コーヒーさんに行きました。フルーツ飴やプリン、カクテルといった今話題のフォトジェニックなスイーツをいただくことができます。こんなね、いい感じの店内席もありました。一番食べにくいらしいから。確かに。でも一口でいきや、これ無理やろ、ね、分厚い。分厚いんや、うん、おお。やばい、ゆうみ、やばいやばいやばい。ん、雨が、いちごがさ、半解凍だからさ。ああ、なるほどね。冷たいのよ。ほら、キウイのさ、雨ちゃんがもう剥がれてるもん。行列ができていたこちらのお店は樹氷屋さん。日本の伝統漬物である森口漬けと奈良漬けを製造販売しているお店です。こちらのお店でね、ぜひとも食べておきたいのがこの醤油おこげ串。焼きおにぎりとね、漬物が交互に串に刺さっている食べ歩きグルメです。お、ハートが出たら恋愛運アップやって。今更恋愛運、いいこと言うやん。いや、我らの仲がさらに良くなるかもしれない。ハートだった。え、え、ハートだった。うせやん。私今日持ってる。ほんまや。え、しっかりハートやん。やったー。うん、うわ、おいしい、おいしい、美味しい。一口の歯をトイレに入るときに鼻に醤油が、ね、ああ、抜けんねや、醤油の香りが。うわ、うま。最後の食べ歩きグルメは木曽川商店さん。こちらでは地元で伝わる製法でじっくりと焼き上げる鮎の塩焼きが人気です。お酒とのね、セットメニューもあります。おやき、どういうあれ、おいしそう。いい、この焼き方がね。てか結構太いよな、うん、小餅太いとは書いてなかったね、うん、あ、ふわふわやねんけど。ふわふわ、うまい、うん、まあのな、塩加減が絶妙。ほんと完璧。パーフェクト。食べ歩きグルメ以外にも可愛い雑貨屋さんや体験スポットもたくさんあるので、ほんとね、城下町だけでも 3,4 時間は楽しむことができるんじゃないかなと思います。そういったね、手裏剣体験ができる忍術道場もありました。おお、あれあれ、嘘嘘やん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、じゃあそろそろ稲山城下町を抜けてきて稲山城に向かっていきますか。あ、あのね、三光稲荷神社っていうのがあって、ここを通っていくと稲山城への近道になるんよ。そうそう、
三光稲荷神社は縁結びで有名な神社としても知られていて、ハート型の絵馬が写真映えすると SNS でも話題のスポットです。建物もね、非常に立派で多くの人が参拝していました。これで今2倍で銭洗いができるね、池もあったりして結構面白かったです。2倍で、ここから稲山城へ近道、うん、でもすごいな、な、すげえわ、おお、めちゃくちゃいい。三光稲荷神社を抜けて坂を登っていった先にあるのが稲山城です。1人550円で稲山城の中に入ることができます。さて、これが国宝稲山城です。すげえ。稲山城は1537年の室町時代に織田信長の叔父にあたる織田信康によって建てられたお城です。天守は現存する日本最古の木造天守であり、国宝にも指定されているお城となっています。天守は地下1階から4階までの計5階建てとなっていて、内部には稲山城にまつわる展示物が飾られています。さあ、着きました。すごい天守閣。うわ、っていうかさ、柵がさ、めっちゃ怖いよな、これ普通に。網とかなくてさ、しかもさ、この斜めやの、お、木曽川ですね。天気が良ければね、名古屋のビル群だったり御嶽山っていう山とか、あとは岐阜城なども見ることができるそうです。稲山城の散策後はこちらのおしゃれカフェで休憩しました。新鮮フルーツを使ったワッフルやパフェのスイーツメニューをいただくことができます。稲山城下町に新しい風をコンセプトとしたお店で、店内はとてもね、おしゃれな雰囲気でした。客席数も多いのでね、比較的ゆったりと過ごせるお店かなと思います。ウッドデッキのテラス席なんかもありました。いいね。シャインマスカットでございます。地下の人を見下ろします。なっ、もうほんますぐ近くやな。でも稲山城見えへんわ。なんかスポンジ入ってる。アイス入ってる。それ嬉しい。美味しい。シャインマスカット、とてもね、贅沢なパフェでめちゃめちゃ美味しかったです。さて、夕日になりまして、鵜飼ですよ。鵜飼。鵜飼とは1300年以上続く伝統漁法で、鵜という鳥を使って鮎などの川魚を捕る漁法です。こちらの木曽川では6月から10月にかけて鵜飼の手さばきを間近で見ることができる体験プランがあります。昼と夜のね、2つの時間から選べるだけじゃなくて、船上でのお食事付きプランなんかもあります。私たちは夜ご飯付きのプランを予約しました。鵜飼見学のみの場合は1人3000円で参加することができます。え、それは大丈夫じゃない。おお。おお。惜しいね。一旦開けてみよう、うん、え、おー、アユ。めちゃめちゃ素敵やん。色とりどり。うわ、うなぎか。うなぎ。すご
かわいい。 あ、そうだ、こういうのにしたわ。寿司ね。木曽川からの絶景を眺めながら美味しいご飯をいただくことができます。動いてる船の上でご飯を食べるというだけでもテンション上がりますよね。でもウーがちょっと黒いからさ、あんまり映らんっていう。おお、パタ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 してる。鵜飼見学前には鵜匠さんが鵜飼について簡単に説明をしてくれます。でそしてね、その後にいよいよ鵜飼タイムとなります。鵜飼という漁は鵜船で燃やされているかがり火によって鵜の影が水底に映って、それを見た川魚が驚いて、この影から出てきたところを鵜が捕らえるという仕組みになっています。鵜の首元にはね、紐が縛られていて、魚を捕らえた後は喉で止まるようになっています。そしてね、その鵜が捕らえた魚を鵜匠さんの手で吐かせて漁を行います。一見ね、ちょっとかわいそうなんですけど、鵜はどうやら飲んだものを吐くっていう習性があるそうで、特に心配する必要はないそうです。今回の犬山観光プランはいかがだったでしょうか。食べ歩きから日本の伝統に触れることのできる犬山。名古屋からも電車で30分程度で行けるので、ぜひ愛知にお越しの際は犬山に寄ってみてはいかがでしょうか。以上、犬山1日観光プランでした。今回の観光プランがいいと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。